その目印を頼りに探していくと、その周辺に奴がいるはずです。目印を追っていきます。必ずいます。はい、ゲット。どうも、漁師正人です。さて皆さん、今回は単刀直入にこいつを使って海に潜りたいと思います。で、今日はですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、風が強くてですね、底引き網漁ももちろん出れませんし、まあ、他の漁はしづらいといった状況です。とにかく風が強い。まあ、そんな中ですね、私あることを思いついてですね、まあ、海の上に浮かんである船だったら波の影響を受けて漁しづらいんですけれども、もう海の中入ったらええやんということで、今回はね、潜水漁ですね。海の中に潜ったら、まあ基本的にはあの波の影響あんまりないので、何か海の中に潜ってね、物を取りたいと思います。で、現在ですね、2月の上旬で、まあ太陽こそあるんですけれども、気温が今4度です。4度ということでですね、まあ冬の海っていうのが、この後ろをね、見てもらえればわかると思うんですけれども、この海の中をね、潜って、あの GoPro のカメラなんかも持っていてね、まあ、皆さんと一緒にこの海の中気になると思います、見ていきたいと思います。で、またね、後から説明しますけれども、ここね、階段降りるとすぐそこ、この浜はね、こっからスタートして、であちらにね、泳いでいって、あそこのね、岩礁帯あたりを、狙ってですね、獲物を取りたいと思います。とはいえですね、私最近この潜水漁してませんし、こういったですね、まあ、撮影も兼ねながらの量なんで、まあ、あんまり取れる自信はないんですけれども、まあ、絶対ね、何かしらは取れると思います。で、そのね、何か取れたものでうまいものでも食えればいいかなと思って、まあ、久々ですが潜ってみます。海の水温は10度11度といったところだと思うんですけれども、この辺はね、おい、そんな海に入んのか、冷たくないんかよって思われる、ね、方いらっしゃるかもしれませんけど、実はね、このね、ドライスーツを着て入ると全然寒くないんです。で、このね、ドライスーツを着るとなんで寒くないんやっていう話をね、簡単に説明します。まずですね、こういった、まあ、海を入るスーツはね、2種類あると思ってください。それはウエットスーツとドライスーツです。で、ちなみにこれはドライスーツってやつで、まあ読んで字のごとくですね、乾いてるんですよ。つまりですね、この中、今服を着たままこのドライスーツを履いてますけれども、これ中が濡れないんですよ。水が入ってこないんです。よいしょ。で、反対にですね、もう一つあるといったウエットスーツは、ウエット、つまり濡れる、湿るということですよね。水がですね、このシートに浸透して、まあ、中まで濡れるといった感じですね。まあ、細かいこと言いますとね、いろんな使い分け方法があるんですけれども、ざっくり、まあ、夏用がウエットスーツ、冬用がこういったね、ドライスーツという、まあ、ざっくりとしたそういった覚え方でいいと思います。これがですね、私みたいな体が硬い人はね、着るのがなかなか大変なんですよ。よっしゃ。でですね、私の顔がちょっとむくんできたのがわかると思うんですけれども、まだこれをね、着て10秒ぐらいです。当たり前なんですけれども、こういうとこだったり、こういうとこはね、海水が入ってこないように結構締め付けられていたりもします。まあ、このおかげでね、中の服なんか濡れなくて、ずっとね、海に入っていられるような感じなんですけれども、逆にこれが結構苦しかったりもします。ということでですね、これから海に入るんですけれども、お気づきの方いらっしゃると思います。このね、チャックがね、まだ開いてる状態なんです。で、このままだとね、もちろん海の水が入ってきますから、ここを閉めなきゃいけません。ということで、ちょっとね、今ここに近くに漁師さんがいたんで、このチャックを閉めてもらいます。こうやってですね、あのドライスーツは必ず2人必要というね。硬いですか？これ嫌いなのめっちゃ力がいるけん。いや、やったことないけん。やっと、初めて？初めてじゃないやろ。ということで、ありがとうございます。はい、これでですね、しっかりですね、まあ、防水性能といいますか、もうこの中に水が入ってくることは、まあ、これが破れてない限りないです。はい、ということでね、機材をこの海辺まで運びたいと思います。ちなみにこのタンクはね、あの結構重いです。そしてね、あの今日何撮るかまだ決めてないんですけれども、まあ、それはね、入ってからのお楽しみということです。で、ちなみに、まあ、サザエとかアワビとか、まあ、もしいれば取れると思うんで、まあ、アワビはちょっときついかな。ということでね、こういうですね、鍵ですね、こっちがアワビおこしになってて、こっちはですね、本当はもうちょっとね、あの、研いでおかないといけないんですけれども、まあ、サザエだったり、あとはウニだったりをね、こう、かき出すような、まあ、僕たちはそのまま鍵と言ったりもしますけれども、こういう道具があります。で、他にもですね、そうやって、サザエとかアワビ取ったらですね、その収穫物をですね、漁獲物を入れなきゃいけない袋ですね、魚を取ったりする網なんかを袋状にして、
で、ここはね、ステンレスの輪っかがありまして、こういう取っ手がつくというね、まあ、こういった持ち方をしたりなんかもするんですけれども、こうやって片手に持って、多分一般的にはスカリっていうんでしょうか。まあ、こういうスカリを片手、で、こういう鍵を片手に持って、海の中を捜索していくという感じですね。あとは何や何や。カッパのように、できるだけ遊泳力を、海の中でもね、しっかり泳がなきゃいけないということで、足入れですね、足入れ。結構ですね、こういう潜水漁をする人はシビアです。安価なものと、高いものでは結構ね、遊泳能力の違いに差が出ます。これで、なんていうメーカーかちょっと忘れたんですけれども、結構ね、いい値段します。この辺のですね、潜水漁師さんはもうほぼこれを使ってます。これおすすめです。あとは何や何や。まあまた、後で説明しますけれども、こういうですね、まあ、ボンベ、タンクにつけるやつだったり、まあこれもね、タンクにつけるやつですね。はいはい、もう、泳ぐ前からゲロが出そうなんですけど。もうこれをですね、このように、ベルトのように体に巻きつけます。でないとですね、海の中で沈んでいくことができません。さっきですね、このドライスーツとの比較で説明したウェットスーツはですね、そんなに浮力がないんで、海中に潜ってもそんなに浮くことないんですけれども、このドライスーツはですね、中に空気が入ってるんです。細かいこと言うて、ここを押すと、放出することできるんですけれども、放出してもまだもちろん服とか着てるんで空気が溜まった状態です。でもちろんですね、このスーツの生地の中にも空気が入ってますから、でもちろん浮いちゃったらですね、海面の獲物を取る量ではないので、まあ、この辺はね説明必要ないと思いますけれども、とにかくね、海底にずっと這いつくばってなきゃいけない。もっと言うと、這いつくばってる方が効率がいいというわけですね。ちょっとでも浮いてしまうと、その分ですね、漁獲が減ってしまうというようなね、まあそういったざっくりした考えなんで、こういったですね、鉛をですね、まあ僕の場合これ12キロぐらいあるんですけれども、これを体に巻いて、密漁ではございません。まあ、私で潜水漁をする漁を持ってますし、このね、タンクを背負って海の中に入っていく潜水士のね、許可も持ってるんで、密漁ではございませんということで、ちなみにね、この足ひれがないと多分漁獲物は半分ぐらいしか取れないと思いますね。この足ひれ結構大事です。さあ海の中に入りました。まずはですね、水中メガネの中にわざと水を入れて内部の曇りを取りました。そして右手の人差し指で左腕の肩の部分をね、押さえてます。あそこを押すことによってドライスーツの中の空気をね、外に放出します。さあ、それでは皆さん一緒に獲物を探していきましょう。で、私がね、入ったとこは砂浜なので、このようにまだ砂地の状態です。で、ここからですね、まあ東に進むにつれてちょっとずつ石が見えてきて、まあ最終的にはまあ岩礁帯、岩場になります。はい、最初はこのようにですね、砂地にまあちょこちょこ小石があって、でそこからね、海藻が生い茂っている様子が確認できると思います。お、早速ですね、何かを指さしました。今私が右手の人差し指で指しているものが、実は今回の漁のメインターゲットの目印となるものです。皆さんもぜひこの目印を頼りに今回のメインターゲットを探してみてください。早速ゲット。これはナマコです。マナマコという種類なんですけれども、その中でも青ナマコと言われるやつですね。まあ、詳細についてはね、この動画の中でどんどん説明していくので、先にね、漁獲物を皆さん取りましょう。早速目印がまたありました。その目印を頼りに探していくと、その周辺にやつがいるはずです。目印を追っていきます。必ずいます。はい、ゲット。これも先ほどと同じマナマコなんですけれども、こちらはですね、まあ、赤ナマコと言われるナマコです。左手に持ってたスカリに入れてゲットです。2匹目ですね。さあ、次を探していきましょう。こちらはですね、糸巻きヒトデというヒトデです。まあ、私たち漁師もですね、魚を取る際に一緒に人手が上がったりなんかもしますから、ああいった人手はよく見かけます。さて、探していくと目印がありました。目印の周辺をくまなく探しますと、いるはずです。
頭を振って入念に探していきます。はい、ゲットで、青ナマコと赤ナマコ、地方によってですね少し種類分けが違う部分もあるんですけれども、あれはおそらく赤ナマコだと思います。さあ今度は鍵で何かを引っ掛けました。これはですね、紫ウニというウニです。全国的にはですね、磯焼けの原因としてですね嫌われ者なんですけれども、ここ瀬戸内海ではまあ時期によるんですけれども、商品価値が割と高かったりもします。紫ウニです。身入りを確認しました。さあこのようにね、岩礁帯には海藻がたくさん生えてます。思ったよりは、まあ冬にしてはね海藻が生えているような印象でした。さて何かを指さしました。目印ですね。周辺をくまなく探します。ゲット、これが正真正銘の赤ナマコです。裏側が赤くてですね、表側はトラ柄というんでしょうか、これがまあ典型的な赤ナマコです。口にねレギュレーターを加えながら、めっちゃ太いですねこれと言いました。で、先ほどから見てもらってるのはフンです。ナマコのフンです。あのフンがですね、太ければ太いほど、まあ比較的そのフンを出したナマコも大きいということになります。ということで大きい赤ナマコをゲットです。さあまた何かを指さしました。目印がありました。岩の隙間を覗いても見つかりません。ということで辺りを探しますと、はい、やはりね目印の近くにいました。ゲットです。これも赤ナマコです。ここに来て右からね左に潮が流れてきました。まあ、潜水している人間もねそういったことに気をつけながら漁をします。さあここで魚をゲット。はい、これはですね彼岸フグというフグです。フグはですねその都道府県の条例によって定められているので、しっかり確認してから、まあ、さばくなりですね食べるなりしてください。さあ今度は同じ場所ですけれども、画面の奥側浅い方を見ていきます。はい、鍵で指さしたところにいるのは赤ナマコ、ゲットです。で、赤ナマコとですね青ナマコ、若干生息域が違います。こういった赤ナマコはより岩礁帯に近いところ、岩場に住んでます。ということでね、見てもらえればわかるように、岩の隙間に入ってこのように擬態して身を潜めてます。あのトラ柄は擬態した色ということですね。さて場所を移動しまして、今度はね潮に逆らって泳いで探していきます。さて鍵の先にはターゲットがいます。ゲット、ナマコだけかよってね思ってた視聴者さんいらっしゃると思いますけれども、ここでやっとですね念願のサザエをゲットしました。で、このサザエの横にナマコがいたんですけれども、少し小さい、リリースします。さて今度はね少し沖に出て岩礁帯と泥地の間を攻めます。さてここにいたのは、はい、フジナマコというナマコです。このナマコは食用とされることはありません。なので取らないんですけれども、気をつけなきゃいけないのがですね、実はさっきまで取ってたマナマコとフジナマコのねフンの形って微妙に違うんです。マナマコはね割とフンの形一直線なんですけれども、フジナマコは何て言うんでしょう、雪だるまが連なったような、まあウインナーがつながっている状態、あんな感じのフンを出します。なのでこういったフンを見つけても潜水漁師さんはその周りは探しません。なぜならばあのフンの周りはフジナマコがいるからです。さてここで画面中央に発見したのが、まあ、漁師が大昔に捨てたタコカゴの仕掛けですね。この中をちょっと覗いてみるとタコがいるかなと思ってたんですけど、残念ながらいませんでした。はい、ここでですねちょっとトラブルが起きたんですけれども、タンクとですねそれを背負う小一個 BC と呼ばれるものなんですけれども、それが外れちゃいました。でですね、これ水中でね直すのめちゃくちゃ危険なんですけれども、まあ僕は何回かしたことがあるので、レギュレーターだけはね絶対に口に加えたままですね、まあこのように一旦外しまして、そしてタンクと BC をまた装着して、でまたねレギュレーター加えたまま背負うというね、まあ本当にカッパみたいなことをしてます。ということで OK です。さてそれからもね捜索を続けました。ちっちゃいナマコなのでリリース。いい赤ナマコが取れました。ゲット。
さあ1時間弱潜りました。こちらですね、残圧計といいまして、タンクの中のね残りの空気の量を圧によってですね表示してます。でちょっとね浮上しようと思ったんですけれども、ここで獲物を見つけました。ゲット。はい、ちょっとね逆光で見づらいんですけれども、最後サザエを取ってちょっと一旦上に上がります。さあ、さっきね残圧計見てもらったと思うんですけど、メモリは5だったと思います。もうね帰らなきゃいけないんで、1メートル半分までね、まあ、獲物をしゃぶしながら帰りたいと思います。では、ナマコはですね、もちろん陸上だと重みがあるのでスカリから出ることはないんですけれども、水中の中は要注意です。ふわふわします。さあ、ムラサキウニの近くにいたのが、これもですねナマコなんですけれども、黒ナマコです。黒ナマコ、このナマコ結構いるんですけれども、この辺では商品価値がないのでリリース。ちなみにね、今めちゃくちゃ辛いです。海に入ってる時はふわふわしていて、皆さんがねプールなんかに潜っている時と一緒のような感じなんですけど、いざこの陸に上がった瞬間ですね、この機材の重みとこの五角重みが、さあ取れたのはですねナマコたちです。マナマコっていう種類なんですけれども、一般的にはですねこっちが赤ナマコっていう名前で売られてるタイプで、でこっちが青ナマコですね。まあ色がねそれぞれ違うのがだいたい皆さんの目でもね確認できると思います。青と赤、そしてはいサザエがね3つ取れました。3つ、本当はねもうちょっと取りたかったんですけれども、まあ今回は3つということで、まあサザエはこれ1キロないぐらいなんで、まあ時期によって相場違うんですけれども、今だとこれで5、600円の相場で売れます。で、あとね、ナマコなんですけど、こっちが青で、こっちが赤です。結構ですね、時期によっては値段が違くてですね、こっちの赤ナマコは、11月とかね、1キロで2000円とかします。こっちの青ナマコはですね、まあ通年あんまり変わらない。まあ600円、700円、800円というとこなんですけれども、まあ瀬戸内海産はそれぐらいです。で、ちなみにね、北海道とかで取れる青ナマコはめちゃくちゃ品質が良くて、中国でね、食用とされることが多いと思うんで、これね、一旦乾燥させます。青ナマコは特に乾燥で売られることが多いです。で、これ乾燥させるとですね、例えば本当にね、これぐらい、いやもっとちっちゃいな、これぐらいになるんですよ。これを乾燥させると本当にね、これぐらいの大きさになります。で、今日僕が取ったんで10キロはないかな、まあ8キロだとして、4キロ、4キロぐらいです。なので今2月の相場、まあこっちが700円だと、こっちがですね、2800円。そしてこっちはね、まあ多分1000円ぐらいするんじゃなかろうかと思うので、4000円です。ということで、このサザエ3つ合わせて7000円ぐらいしますね。めっちゃ高単価ですね。はい、ちょっとね久々なんですけれども、この潜水漁やってみて思ったよりお金になったなっていう印象です。撮影なしだったら多分これの2倍ぐらいは取れてると思うんで、そうなった場合の時給とかね換算するとめちゃくちゃいいですよね。これ1時間で7000円ほど取れましたから、時給7000円です。めっちゃいいな。まあ時給7000円とは言いましてもね、こういう機材代結構お金かかっちゃいますし、一日中ね、例えば一日8時間とかなかなかね、潜れないですし、しけの日もありますしね。ということで、潮が満ちてきたんで、ちょっとここを退去しないといけないんで、急ぎ足でですね、片付けたいと思います。さあ、機材をね、軽トラまで運びました。このですね、チャックをですね、外す人を今探してるんですけど、ちょうど多分来ましたね。海苔の養殖業者さんですね。これね、自分ではね、なかなか、外せないっていうね。半分も。なんで半分もいらんわいの。いらん。もうええって。どうするのか。あ、こっちゃくわ。うわ。こっち切れんのか。こっち切れ。なんでしょう。で、今回取ったナマコでまだこれだけ余ってるんですけれども、これね、売りません。
普段お世話になってる人とかにね渡したいと思うんで、で潜る前にお世話になったチャックをね閉めてくれた人かないたじゃないですか。あの人今いないんでね、あの人の原付があるんですよ。原付がなのでちょっとねここに入れさせてもらってこっちはねちょっと高価なナマコを入れて、はい、ということでね無事ナマコも配り終えたんでもうこれぐらいになりました。あとは自分が食べるものと、まあ、実家にでも預けて帰ろうかなということで、もう明日にねなっちゃうと思うんですけれども、ナマコとあとはねサザエ3つを使ってですね絶品のあの料理を作りたいと思います。ぜひ皆さん最後までご覧くださいということで、とりあえずねこの機材を先ちゃちゃっと片付けます。さて翌日になります。取ってきたサザエ3つとね、あと僕用に残していたナマコはそれぞれ冷蔵庫に保管してました。どちらともですね、まあ1日ぐらいだったら冷蔵庫で保管できると思います。特にねナマコなんかめちゃくちゃ生命力強いですから、多分このまま海に逃がしてもそのまま生きながらえると思いますね。それぐらい生命力が強いです。さて早速ですねちゃちゃっと下処理をしていきましょう。これをですねサザエのこっち側に、まあ怪我に気をつけながら入れると、まあ、このようにくるんと抜けます。でこれが身ですね。まだねこの中にですね貝柱という部分が残ってますんで、人差し指を突っ込んでくるんと出します。でこれ内臓ですね、今回は使わないので貝柱から外して、で貝柱とね身はボウルに移しておきます。もう一度やりますね。怪我しないようにサザエの貝柱側にこれを入れるとこのように取れます。まあ今回はね冷蔵庫で生かしてたこともあって、まあ鮮度がいい感じに落ちてて、このナイフがですねめちゃくちゃ入りやすいですね。あの取れたてだとね結構入りづらくて、サザエ自身もまあこれに対抗してくるようにね力をまあ踏ん張ってですね身が硬いです。ですのでね、まあこのように1日冷蔵庫で置くのもありかもしれませんね。で先ほどのように人差し指を突っ込んで貝柱を取ります。で貝柱と肝内臓は簡単に外れます。これが貝柱です。もう慣れるとすごい早いです。ここ取って怪我しないように人差し指を突っ込んで出す。そして内臓と貝柱を取る。もうこれで OK です。まだですねこの蓋がついている状態なので、蓋と身の間に包丁を入れてストンと落とすだけで簡単にこれはこのように取れます。蓋と身の間に包丁を入れて包丁を落とすだけですね。はい、こんな感じで取ります。身をですねできるだけ取りたいんで、まあほんの気持ちですね殻側に包丁を当てるといいかもしれません。そうするとねいい感じに取れます。そしたらですね最後にもう一工夫しましょう。これがサザエの身なんですけれども、ここにですね赤い口があるのが見えると思うんですけれども、これを取ります。まあ僕の場合はねちょっと大雑把にこのように三角に包丁を入れて口を切り離します。簡単ですね。この赤いところを取るように三角に包丁を入れます。こんな感じで OK です。でこれがね貝柱なんですけれども、貝柱にはねまだこういうですねひだひだがついてます。これはしっかり取っておきましょう。サザエのですねつぼ焼きとか皆さん食べられたことある方いらっしゃると思いますけれども、結構ね苦味があったりするじゃないですか。あの苦味の原因がですねさっき取り除いた口だったりですね、このひらひらだったりします。なので特に苦いのがですね苦手な方はこういうのをしっかり落としていきましょう。で貝柱はね適当な大きさに切っていきます。そしてね私何作るか言ってなかったですね。あの今回はねサザエの炊き込みご飯を作りたいと思います。炊き込みご飯なんで結構粗めに切ってもいいと思います。で刺身で食べたい場合はですねこのように薄く切ってください。今回は炊き込みなので粗く切ります。でサザエとかねまあアワビとかもそうなんですけれども、火通したら柔らかくなるんで結構分厚く切っても大丈夫です。はい、そしてねお次はナマコの下処理を行います。これは赤ナマコですね。ちょっとですね冷蔵庫の中で歪んだ状態で固まっちゃってますね。ちょっとまっすぐ直して、でナマコはですねとてもさばくの簡単です。このお腹側にですね包丁を入れて、苦手な方はねあまり見ないでほしいんですけれども、これ内臓ですね。まあ僕の動画でもね糞が見えたと思いますけれども、この内臓もあの糞みたいな感じですね。これがですね海の中でナマコを探すヒントになります。口側をこのように落とします。でナマコはですね必ず見えるかな、この奥の方に白い筋が見えると思うんですけど、これがあります。でこれはですねちょっと口に残るかなっていう程度のものなんで、まあ僕の場合は今回外しません。塩をまぶして
塩でね、このように綺麗にこすっていきます。結構ね、念入りにするといいみたいですよ。そしたら水洗いして、はい、これでね、ナマコの下処理は完成です。で、ナマコはですね、このまま食べてもまあ美味しいんですけども、ちょっとコリコリしすぎてます。なのでですね、さっと湯通しするのがまあ一般的にやられてる方法です。ですので、これを湯通ししたいんですけれども、あのうちの倉庫にはですね、火、まあ、コンロですね、がありませんということで、本日もですね、このかまどでですね、炊き込みご飯と、あとはナマコを湯通しする水もね、これでやりたいと思います。では薪を作ります。ナタとバーナーと、あとは適当な木を持ってきて、これで薪を作ります。最初に火がつくまでは細めの木を作って、で、こうやって組んで、ちょっか、今日風が強いけんいい感じですよ。そしたらこれに水汲んできて、土台に置いて、よしよし、これやったら多分細くなったんで半分に折れるはず。よしよっしゃ、あとはね、この大きいのも放り込んでおきましょう。今時代は令和ですよって感じなんですけどねまあそんなこと気にせず作業を進めていきます。そしたらね、まあそこまで沸いてなくてもいいと思うんで、ナマコつまんで、で、このままここにつけて、ちょっと長めに30秒ほどつけました。こんな感じですね。はい、この状態になったらまな板に置いて、で、ちょっと水で洗いましょうかね。割と大きいナマコはこのようにまあ半分に切るなりですね、工夫して、そしてこのように薄く、お好みの薄さで、もうただただひたすら切っていくだけですね。で、まあこの形になると皆さんがまあよく目にするナマコの形になってるんじゃないでしょうか。さあ今日はね、もうあらかじめ家で三杯酢を作ってきました。ただの三杯酢です。酢と砂糖です。もうここにこのナマコを放り込むだけです。あとはですね、皆さんご家庭でお好きなように、まあ大根おろしをね、入れるなりしてアレンジしてください。ということで、ナマコ汁捨てて洗って、米2合入れて、忘れてました、人参切って、ちなみに料理はね、そんな得意じゃないです。羽釜に入れて、そしてメインのサザエを大量、めちゃくちゃ多いな入れて、でね、これ皆さんおすすめです、松山揚げ、めちゃくちゃ美味しいです。これ入れて、そして白だし、お好みの量入れてください。で、水の量最後調整して、土台に置いて蓋して約20分待ちます。あとはですね、もう火を調整していくだけですね。消えかかってますけれどもね、まあ薪を入れてまたバーナーで火をつければ問題ないと思います。で、今ですね、午後3時でちょっと日がね、陰ってきて肌寒くなってきました。ということでね、こうやって火がそばにあるとあったかくてめっちゃいいですね。じゃんと、まあ、大根はないんですけれども、いただきます。ちょっとこれ今日は風向きが定まらないですね。次はこっち来るんかい。さあ、そしたらね、もう20分経ったと思うんで、炭出して、ちょっと肌寒いんで、まあ焚き火がてらですね、木を置いておきます。さあ、それで今日のメインディッシュです。見えますか？うわ、めっちゃいい匂い。うわやば、これ、あのですね、今よそったんですけど、悪魔的にうまそうなものができました。うまっ。
やっぱサザエ飯うまいな。自信があります。今このですね、撮影日の現時点でこの時刻で世界中で数え切れないほどいると思いますけど、今世界で一番僕美味しいもの食ってます、今この現時点で。うん、多分やっぱりこのサザエの出汁がめちゃくちゃ出てるんでしょうね。うん、